A じゃないかビズ。こんばんは、 A じゃないかビズです。今夜もこのメンバーでお送りします。皆さんよろしくお願いします。さあ、そして今週の進行はこの方、小林健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回ボクシル枠ですね、岡本さんがお休みだったということだったんですけど、なんかお忙しかったんですか？あ、そう、ちょっとうちのイベントがあるんですけど、イベント全然詳細教えてくれない。どういうどういうイベントなんですか？闇市です。闇市。いや、闇市か。今日よろしくお願いいたします。さあ、それでは今週も最新のビジネス情報お願いします。業務アプリをノーコードで作ります。ではこちらをご覧ください。これは当社の在庫や商品管理の状況です。各部署がいろんな方法で管理しているため、情報が散らばっていて使いにくい。これをどうにかしたいんです。 DX 化だろ。そういうのは DX 化して一元管理するんだよ。タコ課長と言いますと？だから共有のクラウドアプリを作って、そこに社内の在庫情報を全部保存しておくんだよ。そしたら最新の情報が共有できるだろ、バカ。あ、なるほど、素晴らしい。アホか、今時こんなの常識だぞ。では課長、その DX 化システムの構築担当していただけないでしょうか？無理だよ、できねえよ。俺今日でクビになったの。言動がパワハラだってさ、あのポンコツ社長が。あー、確かに口悪いですもんね。もしもし、A じゃないかですか？課長辞めちゃったんで代わりに DX 化してもらえませんか？今はどの業界でも効率化や IT 化を進めるため、データ管理などを DX 化していますが、一からシステムを開発するのは手間もかかるし、コストもかかります。そこでこの製品を使うと、柴田部長でもドラッグ&ドロップだけで業務ツールが作れる。マジか。ということで、ノーコードで業務アプリが作成できるラピッドテーブルを紹介します。やった。株式会社ラピッドテーブルの平川さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずノーコードというのは、難しいプログラミングといった作業がいらないということなんでしょうか？うん、はい、マウス操作や設定画面上に必要な内容を入力することで業務ツールを作ることができます。プログラミング言語や IT の知識がなくても、業務データの入力画面や帳簿や伝票を作ることができます。すごい。例えば皆さんも利用したことがあるオンラインショップの商品カタログとか、注文用の入力フォーム、また注文後の受注データ管理といったシステムなどもございます。はい、そういったツールがシステム開発のプロじゃなくてもラピッドテーブルでできてしまうということなんですよね。これはラピッドテーブルで作った商品データベースになります。いや、なんかもう難しいよ。商品のスペック情報や写真、動画、パンフレット、在庫数から取り扱っている倉庫までの一通りの情報を一元管理することができます。こういったさまざまなデータ形式を管理するデータベースを専門知識がなくても作ることができます。柴田部長でもできるということようです。無理。大丈夫です。できます。はい。先ほどの商品データベース活用例で申しますと、商品カタログを見ている方が注文するためのウェブフォームを作ることもできます。お客様情報を入力する項目を作成したり、商品データベースとリンクさせて商品選択をした際に、その単価と注文数に応じた金額を自動計算する注文フォームを作ることができます。さらにドキュメントデザイナー機能をご利用いただくと、注文後の注文書や請求書といった帳票も自由にカスタマイズすることができます。これを注文データの管理画面から PDF 化して保管したり、相手へ送付したりすることもできます。俺が？はい、作ることができます。いや、無理だって。坂井は無理でしょ？俺無理ですよね。坂井さん、でも問題ないです。自信ない。大丈夫です。こいつだって場をにぎわせるトークとか的確なツッコミしかできないやつなんです。羨ましい。飛んだ経験超えました。柴田さん、平子さんでも大丈夫ですか？あ、多分大丈夫です。多分なった。なんでこの流れで来て俺だけ多分。平子さんに商品注文フォームというものを作るお手伝いをしていただきたいと思います。はい、まずですね、矢印のマークをクリックしながら動かすと枠の場所を入れ替えることができます。はい、で今回はですね、メールアドレスの枠を入れ替えてみましょう。はい、はい、あ、これでずれるんだ。ドラッグしながら、はい、マウスを離していただくと
場所が入れ替わります、うん、あもうできた、はい、続いてですね、はい、左側にある合計金額の表示機能を追加していきたいと思います、はい、真ん中の部分をスクロールしていただき、はい、商品の内訳この下にですね合計金額という項目を追加していきます、はい、また同じようにですね十字の部分をクリックしていただいて、はい、それを真ん中の方に、はい、移動していただきます。そこで手を離していただくと合計金額が追加されます。追加された、入った入った、されました。で最後にですね左上の保存ボタンを押していただくと、はい、この入力フォームが完成です。では平子さんが作った注文フォームをちゃんと機能しているか、うん、今度はお客様の画面で確かめていきたいと思います、うん、氏名、メールアドレス、連絡先、郵便番号を入力します、うんうん、商品の注文を選択していただいて、うん、任意の商品を選んでいただいて、うん、はい、例えば3点と入力します、はい、そうすると金額が表示されます。すげえ、はい、最後に確認いただいて問題なければ送信ボタンを押します。はい、これで注文完了です。いかがですか酒井さん。いやすごい、ものの数分で作ったものとは思えないぐらいの、商品の売上や在庫などのデータをもとに様々な観点でデータをグラフ化できます、うん、また外部サービスとのデータ連携も可能です、うん、さらにラピッドテーブル上のファイルに対するウイルススキャンやマルウェアの自動検出も搭載、セキュリティ面でも安心してご利用いただけます、はい、在庫を抱えて販売するメーカーなど幅広い業種の方に役立つシステムです、うん、手間とコストをかけずに DX 化ができます。すごい、うん、ラピッドテーブルの導入方法また活用事例など詳しくはホームページでご確認ください、うん、さあ柴田部長こちらいかがでしょうか。はい、ラピッドテーブル承認です。承認いただきます。業務を止めずに床の張り替えできちゃいます。あ、終電ないからここで飲みながら始発待つか。何しようかな。いらっしゃいませ、とりあえずビール、 あとはお客様、本日ですね当店床の張り替え作業を行っておりましてご不便な点もございますが何卒ご了承ください。床の張り替えしながら通常営業なんだ、大丈夫かな。あれなんか変な匂いすんな。お待たせいたしました、ビールになります。すいません、なんか変な匂いしません？床の張り替え作業中ですので何卒ご了承ください。何床を張り替えております。え、床張り替える日休みの方がいいと思うんですけど。もしもし、 A じゃないかですか。24時間営業で床の張り替えは無理なのでしょうか。あれ、あら、え、なんだこれ。ちょっと待って、何これ。お、床が、うわすごい、だってものの何分かしか経ってないの、はい、すごい。なんで今回のテーマは床です、うん、もうお気づきですよね、これも明らかに違うから、ね、明らかにね、あそこの床とねここの床違いますよね。全く違うものっていうか、はい、さあ一体休憩している間に何があったのか、誰が何をしたのか、うん、ということでお気づき型長尺塩ビシート床材、うん、リコンテを紹介します。株式会社 ABC 紹介の小野塚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速、どうしてスタジオの床がこんなことになっているのか、こんなことが行われていました。平子さんがいつもはしない、いつもはしない挨拶、ほらあすごい、うんうん、わあすごい、こんな簡単に、すごい、どういうこと、マジで。でも早送りです。わかりますさすがにわかりますって、うん、はみ出た部分結構早いと思う、 そう、うん、これ実際施工10分から15分ぐらい、いや、しかも驚きなのがこれ敷いてるの一人なのね。そうそうそう、音もなかったですもんね。いや、うん、そうです、何にもなかったです。僕秋の雨音を聞いてましたもん。休憩中ロマンチックなんだな今見させていただいた床の改修作業、リコンテだからできるということですか。施設、うん、の稼働を止めず床改修が可能な置き敷き型長尺塩ビシート、リコンテだからできること。今回だとスタジオの稼働を止めることなくこのように床を新しくすることができました。すごい、うん、さあこの床材リコンテだとどんなメリットがあるのか解説していきましょう、うん、いながらでも床の改修ができる、はい、リコンテは床の改修中でも歩くことができるんです、そのため
回収期間に施設を閉めるとか、うん、荷物を一旦部屋から運び出すといった、そういった手間がかからないんです。確かに。施設の営業を止めず、利用者の通行も遮断しません、うん、休むことが難しい病院や学校、ホテルなど稼働しながら床を新しくすることができます。営業を止めなくていいっていうのがありがたいですよね。そうね、本当そうね。それこそ移動や引っ越しが難しい高齢者施設とかにもいいですよね。リコンテのメリット2つ目、匂い、騒音、ホコリを軽減できます。リコンテは接着剤が不要なため、うん、施工中に接着剤の気になる匂いが発生しません。また今ある床を剥がす必要もないため、剥がす際の騒音や振動、ホコリの発生も軽減することができます。リコンテのメリット3つ目、工期も短縮、コストも削減。リコンテは接着剤を使わず専用の両面テープで施工するため、接着剤が乾くまでの立ち入り禁止といった時間が発生しません。そうか。なので工期も短縮できます、うん、例えば100平米、うん、およそ畳60畳分の広さなら、うん、作業開始から8時間ほどで終了します。リコンテは回収も簡単で、うん、工期も短く、今ある床の上に直接貼ることができます、はい、色のバリエーションも豊富です。施設の営業や生活を妨げることなく、スピーディーに回収ができます。すげえな。リコンテの特徴やメリット、施工方法など詳しくはホームページでご確認ください。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、リコンテ承認です。承認いただきます。素晴らしい。集合住宅での EV 車充電設備ならこれ。ですね、綺麗だし広いし駅からも近いしいいな。ありがとうございます。あ、そうだ、こちらの窓をご覧ください。天気がいい時はですね、富士山も見えたりするんですよ。最高じゃないですか。ここの駐車場って EV の充電器ってあります？僕車 EV なんで充電器ないと困っちゃうんですけど。設置予定です。はい、今準備中でして、はい、じゃあ今は充電器ないってことですか？ああ、それは困るな。じゃあ無理か。当面の間、こちらで代用していただくわけにはいきませんかね。いや、車の充電無理でしょ、これ。いや、一回試してみましょう。いや、無理だと思う。一回やってみましょう。無理だと思うけど、はい、もしもし、A じゃないかですか？すぐ使える EV 充電器をマンションに設置できませんか？今後もっと定着していくと思われる EV 車ですが、それらを充電するインフラはまだ整備されているとは言えないですね、うん、充電設備の設置工事にはいろいろとハードルも高いそうですが、このサービスを使うと EV 充電器の設置費、維持費、管理費が一切かからないということで、集合住宅向け電気自動車充電設備チャージクラブを紹介します。電気の力で走る EV 車自体は環境やお財布に優しく、購入者は増加中なんです。そうだよな。しかしそのための必要な充電設備は戸建て住まいの方が設置していることがほとんど、マンションなどの集合住宅に設置されているというのは少ないのが現状なんですね、はいはい、その理由はコスト面。国の補助が受けられるとはいえ、設置工事や維持にかかるコストはマンションオーナーが負担しないといけないためなんですね、うん、たとえ集合住宅に EV 充電器が設置していても、うん、誰もが気持ちよく利用するというのは難しいそうです、はあ、なぜならマンションの駐車場にある充電スポットは住民の共用物だから、うんうん、自分の駐車スペースにあるわけではないので、利用したいときは車を充電器まで動かす必要があります、うん、そして予約も必要です、うん、使いたい時に必ず使えるわけではありません、はい、当然充電が終われば何時だろうと車を動かさないといけない。そりゃそうだ。そんな集合住宅で EV 充電設備の導入をサポートするのがチャージクラブです。チャージクラブは集合住宅専門の EV 充電設備導入サービス。チャージクラブなら充電設置の工事費用、うん、運用コスト、管理コストが一切かかりません。すでに建てた集合住宅はもちろん、新築の場合は事前の空配管工事にかかる費用もチャージクラブ株式会社が負担します。すごいな。大手ハウスメーカーの東建コーポレーションのオーナーさんや
ダイヤ建設名古屋の分譲マンションなどでもすでに採用されています。すげえ。ずっと設置もただ工事もただではありません。環境を整備してマンションに設置してその充電器が使われた時にチャージクラブへ利用料は支払われます。共用の充電設備ではなく各駐車スペースに利用者専用として設置するので利用者は借りて使っているというストレスがありません。設置費用も無料ですし EV 車の住民がいないのに維持費ばかりかかってしまうというリスクも回避したシステムなんです。チャージクラブの充電器利用料は時間課金制ではなく充電した分だけ料金発生する重量課金制、利用者はシンプルに設備使用料と充電料金がかかります。はい、これから本当 EV 市場伸びていくと言われてますし、まあ、日本政府もね2035年までに新車販売率 EV100% としているので、はい、そう考えるとですねこの EV 充電器があるっていうのがマンション選びの実はポイントになるかもしれないですよね。導入もスムーズです。契約締結から利用者申し込みをしていただいたらすぐに設置工事が始まり1ヶ月から2ヶ月で充電器を利用することができます。すぐ導入できるように配管だけ工事をしておけば EV 充電対応とアピールして入居者を募集することもできます。EV 車に乗る方が入居したらすぐにチャージクラブ株式会社負担で充電設備が使えるように工事します。自分専用にあるってこれストレスがないのはめちゃくちゃいいと思いますよ。設置や運用コストは全てチャージクラブが負担。ああすごい。オーナーさんの負担はゼロです。すごい。導入費用など詳しくはホームページをご確認ください。それでは柴田部長こちらいかがでしょうか。はい、チャージクラブ承認です。承認いただきます。ええじゃないかミス。友人チャットの応答品質自動で評価します。おはよう徳永リーダー、おはようございます。あ、面白くいいからいいから座って座って座って。どう今日忙しい。本日は通常よりもチャットの問い合わせが増えていますが問題はありません。ん、あ、ちょっと資料を取ってきます。失礼します。いやー、おしろくんは礼儀正しいな。他のスタッフも見習ってほしいもんだ。うん、どれどれ、お客様ダメなものはダメですから。え、何回も言わせるなよ。ん、自分で考えろ。え、嘘。あれ何かされてました。いや別に。え、おしろくんなんか困ったこととかトラブルとかってない？おー、もうたまにクレーマーみたいな方もいらっしゃいますが冷静に対応していますよ。なんか怖い。もしもし、A じゃないかですか。チャット担当者の言葉遣いをチェックできませんか。コールセンターといえば電話のイメージですが、最近はチャットで問い合わせができるコールセンターが増えているそうです。ただチャットでのお客様対応はかなり難しいようです。で、こちらのシステムを使うとお客様満足度の高いチャットサポートが提供できるということで、友人チャット自動品質評価システム AQ チャットを紹介します。パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社の植草さんと安藤さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビジネスプロセスをデザインする力と AI などのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添った BPO サービスを提供しています。特にコンタクトセンター運営には長年の実績があります。改めて AQ チャットとはどういったシステムなんでしょうか。お客様とのチャットのやり取り、つまり友人チャットの応対品質を自動で評価できるシステムです。うん、あれってこう自動応答というか、うん、AI が対応してくれてるんじゃないんですか。うんうんうん、シンプルな内容は AI が返信するのですが、うん、複雑な内容は友人で対応するケースが多いです。そうなんだ。そうだから友人チャット。電話のコールセンターと同じようにチャットでも接客応対みたいなことをチェックするんでしょうか。一般的には管理者がオペレーターの発言一つ一つをチェックシートに基づいて細かくチェックします。うん、ただこのやり方は時間と労力がかかって効率が良くないです。そんな評価業務を DX 化する目的で開発したのが AQ チャット。これを製品化しどのような業種でもご利用いただけるサービスとして提供しています。これはオペレーターとお客様のチャット内容です。
このようなお客様とのやり取りを永久チャットが自動で評価します。オペレーターの発言はもちろん、お客様の反応も含めて評価します。例えば NG ワードがあった場合は減点、お客様に寄り添ったワードやお客様からの丁寧なお礼をいただけている場合などは加点評価がされます。ちなみに従来の評価方法だと1件あたり30分ほど評価に時間がかかっていました。ただ自動評価だとこれがたった2秒で完了します。すごい、すごい、2秒、2秒、なんかだから良くない部分、修正すべき部分だけではなくて、褒められたら加点ポイントっていうのはね、こちらモチベーションにつながるというか、確かに何かね、心が通じ合ってるというか、心のシステムですね。ごめんなさいね、彼大したことは言わない。個人レポートではチャット評価の平均スコアが表示されます。詳細画面ではセンター全体の平均スコアとの比較もできます、評価キーワードもこのように一目瞭然ですので、オペレーターからも評価に納得感があると好評です。一人一人の品質を上げればコールセンター全体の品質が上がる、その結果としてお客様満足度の向上につながります。またお客様のカスハラワード、いわゆる暴言や侮辱するようなメッセージを自動で検知するといった設定も可能です。助かります。カスハラワードが検知された時に、オペレーターをフォローするといったようなカスハラ対策にも活用できます。オペレーターの皆さんが安心して働ける環境づくりの一環としてお役立ていただければと思います。オペレーターたくさんいても、管理者が1人とか2人とか、こう少ないところで回してる人非常に多いので、まあ、一人一人見るの結構難しいんですよね、それをこう AI でしっかりとやってくれるというのは素晴らしいですね、弊社では永久チャット以外にもオペレーター支援ソリューション AI DIG を取り扱っています。でカスハラ対策支援サービスも提供しておりますので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。永久チャットの機能や導入方法など詳しくはホームページでご確認ください、コンタクトセンターって基本的に離職率が非常に高いという傾向が、そうなんですよ、ございますので、ぜひこのサービスを使ってですね、カスハラ対策であったりとか業務負荷の低減に取り組んでいただければと思います。はい、さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、永久チャット承認です。承認いただきます。光を自在に制御できちゃうんです。じゃあライトの調整するから、対象物に光来てるか教えてくれ。徳永さん、わかりました。あ、これでどうだ。あ、全然ダメっす、当たってないっすね。これならどうだ。あ、まだずれてますね。おい、どうずれてるか言えよ、わかんないだろう。これならどうだ。あと数センチです。どうでもいいんだ数センチとか、だいたい当たってりゃ見えるだろうが。あとはそっちで物を動かせよ。あ、はい。あ、じゃあ次、これ全部で何個あんだ。朝までに120機です。 120? これ120回やんのか。もしもし、じゃないかですか。もっと楽に照明を直す方法ないですか。スタジオでも照明にはお世話になっています、視聴者の皆さんにはあまり伝わっていないかと思いますが、照明ってすごく大事なんですよね、また調整もかなり時間がかかったりします、そこでこの新しい照明を使うと、光の調整がタブレット PC だけでできる。わあ、ということで、光の広がりを自在に制御できる液晶デバイス、ルミフリーを紹介します。トキコーポレーションの後藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。トキコーポレーションはラスベガスのカジノや国内外のホテル、テーマパークで使用されている照明器具を製造している会社です。すごい。ルミフリーは触れることなく遠隔で光の広がり方を自由に調整できる照明デバイスです。このデバイスを今回照明器具に組み込みました。すげえ、これがこの自在配光スポットライトという照明器具になります。光の形状は円や楕円など1万通りものバリエーションに対応しています。1万、そんなある。近年設置後の明るさだけでなく、色味の調整も可能になりましたが、光の大きさを簡単に変えられないという課題があり、それを解決するために開発されました。離れた場所や高いところにある照明のところまでわざわざ行かなくても調整ができちゃうっていうことですかね。はい、そうです。
ここにいながらにして天井の照明も調整が可能になります。すでに著名な博物館での使用実績もございます。他の美術館や博物館からも現在お引き合いをいただいております。確かに物によって大きさ変わらなきゃいけないから、うん、それ簡単に調整できるの楽でいいですよね。これね、これはもう聞くよりも見た方が早いと思うので、ね、この後ルミフリーを使ってみましょう。では柴田部長、タブレット PC のオレンジの丸を指で動かしてみてください、うん、はい、縦のラインをギューンとすると、おお、あ、整ってるね。でさらに小さくキュッと、おお、キュッとした球にスポットで当たってる。でこれまた大きくキュッキュッ、本当に自在ですよ、めちゃくちゃ。動かすとディスプレイの光の大きさや形が変わり、大きさによってライトの光も変化しています。ルミフリーならライトのところまで行かなくてもこうやって調整が可能となります。ここからはルミフリーを開発したジャパンディスプレイの長尾さんです。よろしくお願いします。お願いします。ジャパンディスプレイはスマートフォンや自動車のナビ、スピードメーターなど身の回りのあらゆる製品に向けて液晶ディスプレイや有機 EL ディスプレイを提供している企業です。ジャパンディスプレイの持つ液晶技術を応用し、光源からの光を縦横二軸に独立して制御することで光の形状を自由に変えることができます。どうしてこれを開発されたんでしょうか。私たちはディスプレイ以外の用途にも液晶技術を応用できないか検討し、その中で光の広がりを制御できることに気づきました、うん、それにより照明の制御に伴う手間や労力が解決できると考え、開発の方を行ってまいりました。ちなみにこう将来的にはどんな活用方法をお考えなんですか、うん、はい、スタジオ、イベント、テーマパーク、レストランなど照明を使っていただいているところ、様々なところで使っていただけたらと考えています。照明をたくさん使うような場所に設置できれば確実に作業の効率化にもなりますよね。これまで液晶はテレビやパソコン、スマートフォンと私たちの生活に変化を起こしてきました、うん、これからは照明器具を通して新しい変化を起こしていきたいと考えています。いろいろなところで使っていただけると嬉しいです。ルミフリーの機能や活用事例、また導入方法なども詳しくはホームページでご確認ください。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、ルミフリー承認です。承認いただきます。ミス、今日紹介したサービスは佐伯麗華さんの SNS と増田大学の YouTube チャンネルでも紹介しています。皆さんぜひチェックしてみてください。さあ今夜の A じゃないか、ミスいかがだったでしょうか。今週はリコンテ、ラピッドテーブル、チャージクラブ、AQチャット、ルミフリー、以上でございました、はい、私は AQ チャットですかね。私たちもあのカスタマーに対応する部門ありますので、ちょっとそこで使っていきたいと本当に思いました、ね、はい、私はリコンテですね、うん、あんなにスピーディーに床の張り替えができるなんて驚きでしたし、うん、営業を止めないでできるっていうのが、売り上げを落とさずにお店とかもね、内装工事できるのがいいなと思いました、はい、僕はルミフリーですね、うん、やっぱりあの業務効率化っていう側面はもちろんなんですけれども、すごくあのポテンシャルがある、あのこれから可能性を秘めているようなあのプロダクターかなと思いましたので、これからに、はい、注目したいと思います。さあ今週もありがとうございました。来週のこの時間は A じゃないかをお送りします。それではまたお会いしましょう。さよなら。